偉大なる修羅羅門。キャラクター紹介、日の出清子。炭治郎の姉で最強の力を持つとされる通称グレート清子。いつも赤いジャージを着て白馬にまたがり迫力満点。口癖は、私がフルボッコにする。殿様である弟炭治郎に唯一上から目線で話せるのは彼の弱みを握っているから。日の出家の裏のボス。毎日城から琵琶湖を眺める優雅な生活。しかし本当はその力が強すぎるあまり社会生活に馴染めず、10年も城の中に引きこもっているだけ。炭治郎の失恋をきっかけに起こる大騒動では、日の出家を守るために先陣を切って戦いに挑むが、